昨日九州に上陸した台風10号、一時は県内全域が暴風域に入りましたが、風は次第に弱まり、今日未明には暴風域がなくなりました。県のまとめによりますと、風にあおられ転倒するなどして県内で5人がけが、美里町や大和町、長洲町で倒木による屋根の損壊や床下浸水など住宅に被害が出ています。来月から稲刈りが本格化する阿蘇市の一部の田んぼでは、昨日の強風によって収穫間近の稲が倒れたり、稲穂が水に浸かったりする被害が出ています。農家の話では、稲穂が水に浸かると収量が減り、品質の低下が懸念されるということです。